東京オリンピック・パラリンピックの大会組織委員会は先ほど新たに選手2人を含む12人が新型コロナウイルスに感染していることを発表しました。今月にに入ってて大会関係者者の感染者は合わせて87人になりました。